湿気ですかね。なんかな。めっちゃ暑い。こんばんは。こんばんは。ゆきです。無理やり作った。うん。ゆきのちゃん。お邪魔してます。なんか珍しい2人。そう、いつもと違うメンバーだ。そう、こじりんは撮影来ました。だから雪見にしたんですか。違うよ、ちゃうねん。そういうことじゃなくて、ちょほんまに公演終わった直後に、あ、雪乃と配信しようと思って。キャー雪乃ちゃんって書いてる。ゆうゆきでーす。やったー。でももうね、雪乃ね、9時しか無理らしい。そうですね、あと10分ぐらいで。そう、ゆうゆきです。楽しかった今日公演。はい、楽しかったです。もう嫌な言い方。もう嫌な言い方やな。どうしますか、めっちゃ緊張してますけど。そう、マジで、はい、ゆうちゃんに人見知りは。おい、してない人かやな、それ。してますよ。おい、してますよ。じゃあそのまま何やったんや。どういうことや。でも日によって違います。 なんかどういうこと。日によって。好きやけど。違う。何が違うの。何か違うねん。なんか、うん、一日の中で一発目喋りかける、うん、初めて喋る時はめっちゃ緊張します。あ、その2回目、1日の中2回目は大丈夫ってこと。はい、あ、今1日目じゃないやんな。1回目じゃなくない。なのに緊張してんの。え、なんで、はい、なんでなんで。ユミさんの隣に並ぶことなんかめったにない。なんでやねん、なんでやねん。言いすぎや、それは。盛りすぎや。後輩と仲良くしてるゆうちゃん見るの好きやって。確かに最近9期生ずっとおったから。あ、確かに、うん、あ、ほんまや、おでんのやったな、 YNN の、はい、それ以来ですか。そうやんの、ジュンもおるし、今日ウカだけがおれないけど。なんかない喋ること。ゆきのが喋らんくなった。どうしたらいいですか。じゃあコメントください。質問ない。質問ですか。はい、質問あれば。ハチキはどうですか。重たー。この10分で終わるかな。ハチキはどうですか。この配信で言う。ハチキはどうですか。じゃあ変えます。はい、ゆきののこと好きですか。好きですね、もちろん。好きじゃなかったらここにいないでしょ。かわいい、かわいい。そう、ゆきのね、ほんまに街で、今何歳、15です。15か、はい、15やね。私10の時こんなんじゃなかったで。もうちょっとやんちゃで、もう今もやけど口悪くて、すごいやんちゃの。こんなしっかりしてなかったもん。あれ、兄弟はいる。いないです。いないのに、はい、なんでの。最初からやんな、入った当初からちょっとしっかりしてるよな。はい、多分ママの性格ですね。ああ、それあるね、はい、確かに。私もママの性格で、確かにママ見てな育つからね。はい、すごいよ。やんちゃすぎてましたね。そうなんです。そうなんです。こんなんじゃなかった、だから逆に不安になる。え、なんでですか。ゆきのって私の性格にさ、ちょっと似てるからさ、いつか爆発するんじゃないかっていう不安がある。なんかさ、悩みとかずっと聞いてるんですよ。だからそれを聞いてると、こんな若いのにまだな、自分の思ってることとか全然やれてると思うけど、それが積み重なってやるとかにバーンってならへんか。私はほんまにそこだけが不安。あ、でもなんかちゃんと発散できるとこではしてます。え、エロエロ。はい、そうなんや、はい、そうなんや。何してんの発散は。もうとりあえず踊りまくってる。あ、そうですね、でも踊りまくるか。すごいね、それが発散になってるんじゃない。そうですね、もうなんか、でもなんかジャンルを変えます。
あのアイドル系の曲じゃなくて、その K-POP とか、うん、ヒップホップとか、かっこいい系、はい、もうなんかがっつり踊れる感じの曲を選んで踊ってます。そうなんや。だってさ、 NAB でも踊ってるわけやんか、はい、違うところでも踊れるのがすごいな。でも家ですごいな。それ自分で振り付けしてやってんの？いや、カンコピ？そうですね。あ、そうなんや、はい、ここ入る前にレッスンとか行って覚えてたんで、それを踊ったりとかしてます。ね、すごくないですか？私踊り好きやけど、その発散方法に恐れなかった逆にストレスたまり発散ね、できたらよかったってさ。ほら、ダンスで発散できるのすごいねって、なかなかおらんで。それか、ママにめちゃくちゃ言うか。ママに言えるんや。私ママに言えへんのよ。はい、そうなんですか？言われへんねん、ママだけ言われへんねん。へ、明確な返しが来るって分かってるから、はい、論破されるから絶対。あ、だから言えへんの、ママには。なるほど。そう、でもいいことや、ママに言うの。私がもう頑固すぎて言わへんそうそう、一人で全部抱え込む人やから。あ、ほら、ダンサブルルルはいつ頃いつ頃って書いてんで、いつ頃。でも、自分の中でだけなんですけど、うん、考えてはいます。言っちゃいなよ。いや私の目の前で言っちゃいなよなんでなん。それ考えてる、 あんまり言いたくない、言いたくなかったら全然いいけど。でも全然言える、言えます。言っちゃいなよあ聞きたいって。でも、5、6人でやりたいなって考えてた。で、なんか、とりあえずなんか、入れたいメンバーさんがジオンさんとケイトさんとアーノさんとアーノ、はい、と誰でしたっけ、誰でしたっけ、知らんか知るか自分で考えたらユキナやろ。はい、私と、あと、あの、キューキューを入れたいなとか勝手に思ってるんですよ。いいこと。で、ポノピを入れたいなって。おー、5人やな、そうやったらな。そうですね。ね。はい。で？あで？で、なんか、ほんまにダンサブルさんのマジで真似をする、真似をするっていうか、なんか今までやってきたことをするってこと？そうですね。楽曲とかもってこと？はい。あ、YouTube とかで、なんか、そのダンサブルさんってレッスン場とか、なんか舞台のステージとかで踊ってる。ああ、そうだね。うん、踊ってるね。で、そこを変えたくって、なんか、その公演とかやったり、外とかで撮りたいなとか思って。で、なんか。ちいちとかも、あの歌割り、とかも決めて全部やりたいなって思ってます。自分、一人で、はい、すごいな。15歳ですよ、この子、はい、すごいわダンサブルウンカが動いてくれてるからさ。あ、そうなんですか。そう、ほんまは、あー、こっちリーンまだ終わってないやろ。ほら、なんとそらさ、雪乃が3分しかないからそう、ね、何話してるっけ。あ、そう、サマリライブしようって話しててんけど、はい、12月ぐらいに、はい、そう、できなくなっちゃって、いつしようかって感じ今。え、早くしてくる、早くしてほしいです。なあ、もう体力なくないわほんまに、みたいな、ほんまに体力ないね。マジで見たいです。マジで嬉しい、そう言っててもらえて嬉しいね。ダンサブルルルも楽しみにしてますダンサブルルル、ほんまにそんな名前でええのかって話だけどでもダンサブルルルとか他にいい名前とかありますかいい名前、いい名前。でもなんかパクりすぎじゃないですか、ちょっと。でも分かりやすいと思うけどな。あ、ダンサブルルルです言いにくルー何個あんねんって話やけどなダンスなんちゃらにしたら。あ、確かに。別に全部変えちゃってもいいけど、まあ、ダンサブルがもし解散するってなったらちょっと変えて引き継いでもいいと思ってるけど、
まだそんなあれがな、分からんからな、ちゃんと見えないけど卒業しないと大丈夫よ、大丈夫よ、あと1分あと1分です。で、昨日また長く配信しようね。はい、ありがとう、今日公演ありがとう、ありがとうございました。かわいい、いい匂いするな、雪の。え、ほんまですか。うん、いい匂いする。あ、50分です、50分。やばい、やばい、やばい。雪の、吐きろ雪の吐きろ雪の吐きろ。ちょっと、9時になった瞬間、始めますね。赤い線が雪のちゃん、お疲れ様ってさ、またねやって、お疲れ様です。ダンサブローやってさ、いや、ボロ悪ボロ悪すぎるやんあと5秒。またね。またね。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございます。かわいい。かわいい。ちょうどよ。ちょうどでした。私、バイバイ。ありがとうございました。かわいい。かわいい。15分まだ経ってないですよね。うん、うん。ドローンしました、ゆきのが。なんか今日めちゃなんかサウナ行ってきた、岩盤浴行ってきたってぐらいのぼせちゃってんけど、公演中のぼせちゃったんだけども、明日誕生日祝っておめでとう、ゆうりんおめでとう。ウーカのとこ行ったら、ウーカおらへんもんだって、いないんだもん。今日人生初公演でした。ミサさんありがとうございます。どうでしたか、感想を聞かせてください。ファンルームのオフショット動画素敵でしょ、でしょでしょ。まだ動画あるから、水着の動画もないと思うけど、いや、ある、あるからちょっと編集します。それだけ熱量があったんじゃない、めちゃくちゃやばかったで、熱量ありまくりでした。やっぱね、あんだけやっぱ話題になってる一大組のプロデュース公演、旧規制が頑張ってたらこれはね、プロデューサーも頑張らないといけないじゃないですか。もちろんロン、もちろんロン、もちろん後輩もいっぱい出てくれてるっていうことで、そういう背中をちょっと見せていかないといけないじゃないの。旧規だけじゃない、チームの負けてないぜっていうところをね、やっぱり見せていかないといけないので、まだまだ負けてられねえぞって思いますよ。リップルはクインテットの姉妹みたい、確かに確かに、それはそうやな。かりんちゃん、うん、私のかりんちゃん取られた、そうなると私のかりんちゃん取られた、ええ、うん嬉しい、設理噛みすぎてやばい、世代交代前夜、ほんまにマジでさ、あのこのチームメイトでさ、もうバッテバテでさ、あんそんなバッテバテやのにさ、あ、はい、バッテバテやのにさ、キウキよう頑張ってるなと思った。えげつない設理を組んじゃってるからさ、よう頑張ったなと思って。でもさ、あれはさ、あんまり疲れてるのあんまり見えへんやんか、若い証拠やなと思った。私もだって14とか入りたての時とか、10代の時はあれぐらい全然へっちゃらやった。そう、そうへっちゃらやったえけどね、この年になるとね、体が動かないの超しんどい、めっちゃしんどい。なんでショールーム背景色よくもない、分からへん、なんかイベントやってんのかな、分かんない、はぁ、あ、ではいいよ、みんなやってますよ。でもそれぐらいやらんと届かないでしょ、公演は。公演やからこそ手抜いたらダメですよ、公演やからこそ熱量を持って届けていかないとねえ。ほんまに25位だから、もう今のうちに、若いメンバーは今のうちにもう体力つけるためにも、やっぱああいうハードの公演をしとくべきですって思う、めちゃくちゃ思う。
ダンサブルの時もそんなしんどくなかったもん。ダンサブルの時はもう二十歳超えてたけど最近やばい、24になってからやばい。23までは体力あった。なんかチーヒーも同じこと言ってたみたい。あ、マジで？年々ね。小学生もついてきてる？そうなん、ついてきてるんだよ、それが。はぁ、大人には大人良さがある。それね、確かにいいこと言うじゃん。あれ、うかさんと別のところにいるんですか？そうなの、うか家ちゃう？知らんけど。そう、しんどい分成長できるからね。そうなの、それはそう。あみたん意外と踊れるもんね。意外とじゃなくて結構踊れんで、あの子。だってバドミントンでやってたし、あの何やったっけ、あのあれ、体力すごい。体力っていうか、あの柔軟性がすごい。あ、東京おるんや。うーかーん、会いたいよ。遠距離だね今。昨日会ったけど、もう会いたいよ。今日踊ってる時、ウーカの顔を思い浮かんだいやー、誰か届けてこれ。今日踊ってる時、ウーカの顔が何回か飛び込んだっていうか浮かんできた。影穴怪しかったよ。でもあれでもめちゃくちゃ上手かった方やで9期の時バーリグッタグタやったもん、緊張しすぎて。ああ、やっぱ私ね、何も考えずに喋った方がね、うまくまだ喋れる。そう、硬くなっちゃうとね、もうおかしくなる頭が。噛まなくて心配になったなんでやねん。ゆうちゃんらしいな、ありがとう、優しいな。そう、台本読めない系女子なの、マジで。ほんまに、鍵穴うまくいきすぎてびっくりした。私もびっくりした。ずっと頑張れって思いながら言ってた。だよねー、だよね、だよね。靴ひも、もう一度、焼肉食べたわかる。お腹空いた、連れてって、連れて行って。うーかちゃんがほんまかいな、どのタイミングか教えてほしいわって言ってる。抱きしめちゃいけない。抱きしめちゃいけないで、うーかの顔が浮かんだよ。これマジやで、ほんまやで、ガチで言ってんで。そんな、私がな、嘘を言う人やと思ってるか。うーかがよう一番知ってるで、ほんまに。最後や。バレた。そうやね、最後に思い浮かんだわ。最後です。こっちでインスタライブしようかな。もうウーカのバカ、ウーカのバカ。今日さ、何やったっけ、あの曲、あの挑発でさ、おいおいっていう、なんか今までにない声出てんけど、おいっていう声出てんけどすっごい声出たんだけど、自分でも笑ってしまった、言ってる時に。よし、みんなの声もすごかったの。今まで聞いたことのない、その、うっていう声が聞こえてさ、自分もその声出してるしさ、バリおもろかってんけど。それに笑ってしまう、ほんまにアイドル公演かなと思ってしまった。
フェス可愛いでしょ。しんちゃん可愛い。こんにちは、ありがとう。お兄ちゃん、お兄ちゃん、すごい角度の配信や。ちょっと疲れすぎてもう座れない。好きだ虫の最初、ゆうちゃん叫ぶの好き。ほんまに今日はなんて叫んだっけな。 DM を見てください。ゆうちゃんだマジ大好きやってさ、ありがとう。ちょっとだけインスタライブしよう。ちょっとだけよ。ちょっと読みますね、ランキング。13位西拓さん、12位アシュラさん、11位、すごい漢字読めた、11位エリナさん、10位チャミさん、9位ハギョドンさん、8位マオちゃん、7位クニちゃん、6位シゲヤン、5位ミユネちゃん、4位シュウカちゃん、3位ミーちゃん、2位クリちゃん、1位はところてんさんでした。ありがとうございます。ということでインスタライブに移動するんで皆さん来てください。バイバイ。バイバイ、ありがとう。